なんかね、声質変わる人すごいよな。3つも4つも声質変わる人間になりたいな。僕はね、声特徴的だからな。結構割と特徴的って言われるから。なんかね、なんか他の人に似てる声になりたい時あるんやけどね、モノマネとか。あ、猫字すごいよ。猫字は声いっぱいあるから。あ、オラコちゃん確かにね。オラコちゃんできるわ。え、でも最近でも僕あれよ、1週間企画とか5役やってるから。最近3役とか4役使って、声、あれ僕がやっとるんよ、あれ。最近自分の動画3役ぐらいしてるから。3役ぐらいしてるから。みんな知らんかったでしょ。あれ全部僕がやってるんですよ、あれ。編集者さんにいじってもらってます、声。あれ全部オラフ君がやってないけど、うまいこと編集の技術でピッチを上げたり低くしてくれたりしてくれてる。あれはもうマジで編集めっちゃ変えてくれてる。うん。あれはね、素晴らしいね。編集者さんのおかげよ。小原麺はええ声しとる。いや、麺の声は一番好きやね。あれはええ声しとるよ。麺のあのええ声。最初の初対面、こいつはええ声しとるなーって思ってたもん。実況者の人みんなこんな声なんかって思ったもん。ボンさんは、最近ちょっとセクシーな声を覚えてきたね。ボンさん。たまに、ちょっと色気のある声出してくるから、ボンさん。あれ良くないですね。ボンさん。最近ボンさんセクシーな声を出す時あるから。たまに。僕は見逃しませんよ、ボンさん。あ、ボンさんも落ち着く声するよな。アンパンマンのチーズの真似するボンさん。マジで。今度やってもらおう。ありがとう。ちょっと今度やってもらおう、ボンさんに。知らんねんけど、その情報。マジで。だから他のメンバーのモノマネとかあんま、ドズルさん絶対したがらんと思うんよ。あんまりね、ドズルさんモノマネとかはね、なんかちょっと、いや、やりたく、絶対やってくれんと思うよな。ちょっと、そういう情報欲しいわ、みんな知ってるなら。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画と概要欄から本編動画もお楽しみください。ドズル社最高、ドズル社しか勝たん。